ヤシチラン、ヤシチラン、ヤックスチャランは、ウスマシンタ川上流域にある、古典紀マヤ文明の都市遺跡。特に、王の姿や秘文が刻まれた五十八個もの、リンテル、マグサイシで名高い。メキシコが州国チアパス州に属し、ウスマシンタ川を挟んで対岸は、グアテマラ共和国ペテン県となる。サリナス川とパシオン川が合流し、 薄シンタ川を形成する地点からおよそ 90km 度下流に位置し、さらに 40km ほど下流には、長年ライバル関係にあったペエドラス・ネグラスが存在した。川が大きく湾曲しオメガ状のカーブを形成し、カーブの内側の直径 3.5km ほどの区域に遺跡がある。神殿が立ち並ぶ遺跡の中核部、大広場は川に面した幅 100m で、 長さ1キロメートルほどの狭い人口のテラス上に建設されてり、残りの主要な建造物はテラスの裏にあるカルスト地形の丘の斜面や頂上に立っている。現在一般的に用いられているヤシチランという名称はオーストリア人探検家テオベルト・マーラーが命名したものでマヤ語で緑の石を意味する。マーラー以前にこの遺跡を訪れた。 エドウィン・ドック・ストローやイギリス人探検家、アルフレッド・モーズレーはメンチ、またはメンチ・タイナミット、メンチ・エティナミット。メンチはマヤ語で若い森、タイナミットはナワトル語で都市の意味。メンチは現地に住んでいたラカンドン族の主張の名であった。フランス人探検家、デジレ・シャルネーは LA、ビル・ローレラード、ロリアールの都市の意味。講演者であったタバコ商人、 ピエール・ロリアール四世の名を付けた。と、それぞれ異なった名称を付けている。また、文章文字の解読から、古代のヤシチランは、パスカル・ちゃん、パチャン、割れた空と呼ばれていたことが判明している。秘文に残る記録によると、359年に即位したヨアート・バラム一世によって都市が創設されたとされる。六世紀前半の十代目の王。 結び目ジャガー二世や十一代目の王、キニチタトゥブ、頭骨二世の時代には、ピエドラスネグラスやボナンパクトの戦争に勝利し、中部帝地の二大国であったティカルとカラクムルからも、好位の貴族を捕虜にしている。やがて、681年に即位する偉大な王、イザムナーフバラム二世の六十年に及ぶ知性によって、花々しい建築活動が行われるが、 それまでの150年ほどについては後世に歴史の捏造が行われていた、碑文の保存状態が悪いこともあり、詳しいことは分かっていない。この歴史の空白期間の原因は、すでに大都市に成長していたピエドラス・ネグラスに、隷属していたとする説や、近隣の大都市であるパレンケやトニナーとの関係も指摘されている。7世紀末から8世紀にかけての、 イサムナーフバラム二世とその息子のトリザガー四世の時代がやランの最盛期あり、ラカンハヤボナンパクといった都市を従え、高い飾り屋根が特徴的な建造物三十三号など、現在目にすることができる建造物の多くを建設し、芸術性に優れた多くの作品を残した。その後、建設、芸術活動は衰退していき、八百八年に、 イエドラス・ネグラスへの勝利を記したリンテル10号が作られてほどなくして人口が激減し、やがて都市は放棄された。ヤシチランでは多数の建造物が発見されており、そのうち89個に対して番号が割り振られている。建造物1号から建造物52号までは20世紀、初頭のテオベルトマーラーの調査によるもので、 建造物53号から建造物88号までは1930年代のジョン・ボールズの調査によるものである。ただし、球技場である建造物14号や67号、大広場にある川と並行して7個の建造物が並んだ建造物66号用に複数の建造物に対しまとめて一つの番号が割り振られている場合もある。屋敷欄の建造物は、 立地によっていくつかのグループに分けることができるが、著者や書籍によってその分け方は微妙に異なる。代表的なものを三つ挙げる。本説では、ソテロサントスによる立地区分を用いて説明を行う。大広場の東セクションの斜面側、大広場の地面から3メートルほど高いテラス上に位置する。現在は崩壊しているが、かつては、 東西約17メートル南北約7.5メートルの規模で内部には5つの部屋があった。マーラーの発掘によって、リンテル5号から8号が発見され、4つの彫刻されたリンテルの神殿、二十十字の神官の神殿とも呼ばれる。リンテルに刻まれた日付は752年と755年で、いずれも鳥ジャガー4世の知性の早期のものである。 帝都は建設された時代を9.16、6.00、757年と推定している。大広場の東セクションの斜面側、建造物1号の北側にある。内部には部屋が一つ。唯一の入り口のある正面を北に向けている。マーラーによって、リンテル9号が発見されている。ハラッチュビニックの神殿とも呼ばれる。リンテル9号の日付は768年で、 トリジャガー四世に関する最後の記録である。帝都は建設された時代を9.17、0.00、771年と推定している。大広場の東セクションの斜面側、建造物1号の北側、建造物2号の西隣にある。マーラーが発見した1897年当時には、すでに崩壊しており、現在は整備されて小さな基壇となっている。 マーラーによって、リンテル10号が発見されている。リンテル10号は、ヤシチラン最後のモニュメントで、最後の大きにチタトゥブ、頭蓋骨三世に関する唯一の記録である。808年に作成され、建造物3を守護神たちの名を連ねた、ワイビル、神殿として建設したことが記されている。帝都は建設された時代を9.19、0.00、 810年と推定している。ヤ敷キランの人口はこの建造物が建てられた直後から激減していくことが判明している。大広場の東セクションの北西端に位置する高さ2メートルほどの長方形の大きな基段。北東南西の軸は川と垂直に交わり、東セクションの北西端にある建造物8とは平行している。北西面と南東面のそれぞれ中央に、 幅の広い階段がある。上部構造に使われていた石材は多量ではなく、木製の梁を用いた部屋であったとされる。9.15-0.00から9.18-0.00の間に建設されたと考えられる。大広場の東セクションの川を背にした大きな木段。東セクションの他二つの木段とは異なり、川と並行している。 上部構造の痕跡は確認できない。また、川に最も近い部分は一段低くなっており、狭い道状になっている。南西に向いた正面には幅14メートル弱、6段480文字からなる神聖文字の階段1が存在する。神聖文字の階段1は、鳥ジャガー4世の時代に、それ以前の彫刻や文字を漆喰で覆って掘り直されたものである。 9.15-0.00から9.18-0.00の間に建設されたと考えられる。大広場の東セクションの川沿いに立つ建造物の一つ。数メートル東側には建造物5号、すぐ西側には建造物7号がある。マーラーの発見時、外壁に鮮やかに赤く彩色された漆喰が残っていたことら、川岸の赤い神殿、または 立地から土手の神殿と呼ばれた。また、マーラー以外の初期の探検家、研究者たちによっても記録されており、イエーエー、モーズレー、エー、ロペスデイエルゴなど記号が振られ、シャルネーは得意な建築構造と装飾された外壁の痕跡に研究している。建造物の外部は、東西11.25メートル、南北8.35メートル、高さは、 飾り屋根のない部分が約5メートル。飾り屋根の現存している部分の高さが4メートル。南側と北側に、それぞれ3カ所の入り口を持ち、東側と南側にも1つずつ入り口がある。内部には東西に細長い部屋、回廊が3つあり、大広場に面した南側の入り口と東側、西側の入り口は部屋3にがっている。真ん中にある部屋には1カ所の出入り口で、 部屋3とのみ接続している。北側の入り口は部屋1につながっており、部屋1は他の2つの部屋とは壁で分断されている。飾り屋根は建物の規模に比して非常に大きく重いもので、西側が大きく崩れている。南側のフリーズにはマスクのレリーフが現存している。1976年の稲による発掘で建造物6号、7号、 8号が建築された後に、大広場の地面が0.6メートル上がっていたことが判明しており、これらの建造物は古典期前期に建設されたと推測されていい。モールでは9.6、0.00、554年から9.9、0.00、613年の間としている。またその発掘の際に、ラカンドン族が祭祀に使った陶器が発見されている。 マーラーは、石像の桟橋などを含む、川岸のテラスの建造物が侵食されて失われた可能性を提示している。階段が大広場下方5メートルから建造物6号と建造物7号の北東部に向かって伸びており、これらの建造物は古代において都市の玄関口の役割を果たしていたと考えられている。シルベイナス・ジモーリーによると、6 9 6年に、 最後のマヤ人の王国タヤサルの征服に向かった軍隊がこの遺跡を発見している可能性がある。また、1831年にグアテマラの自由党政府の将校であったイギリス人冒険家フアンガリンドがウスマシンタ川パシオン川流域を探検しパレンケを倒査しており、1833年に発表された報告書にヤシチランらしき遺跡について短い記述が 残っている。記録に残っている発見者は、グアテマラのカレジオナショナル、国立大学に講師として勤務していた、エドウィン・ロックストローで、1881年に、この遺跡を訪れている。ロックストローから遺跡の情報を聞いた、イギリス人探検家のアルフレッドモーズレーが、翌1882年に、記録のための巨大な出番カメラを携えて訪れ、そのわずか2日後に、 タバコ商人、ピエール・ロリール4世の支援を受けた、フランス人探検家、デジレ・シャルネーが遺跡に到着し、遺跡に滞在していたモーズレーへと遭遇している。モーズレーは発見の功績を、シャルネーに譲り、代わりに、シャルネから模型作成用の死刑の技術を学んだ。1886年に、モーズレーは、助手を派遣し模型の型取りをさせ、グアテマラ政府の許可を得て、 数点のリンテルをロンドンに持ち去っており、それらは現在では大英博物館に収蔵されている。そのうちリンテル56号が誤ってベルリンへ送られ、第二次世界大戦の爆撃で破壊されてしまった。その後、シャルネーは1863年にサイズ・エルーン、アメリコンズを、1885年にレアンス・イエン、ビル・エスユーヌーボー・モンデを発表。モーズレーは、 フレデリック・デュケイン・ゴントマンとオズバート・サルビィンが監修した中央アメリカ生物史の一部として1889年から1892年にかけて5巻からなる考古学を発表その2巻目にキリグアやイシムチエなどの遺跡と共にヤシチラン、メンチでの成果も収められた1895年1897年1900年の3度に 渡って、オーストリア人探検家テオベルト・マーラーがこの遺跡に訪れ、詳細な調査を行って、南アクロポリスを含む、多数の未発見の建造物や彫刻を発見、撮影。マーラーの成果は、1903年に、ハーバード大学ピーボディ博物館より、リザーチャス・イン・ザ・セントラル・ポーション・オブ・ザ・ユゼマ・セントラ、バレーの一部として、素晴らしい写真とともに発表された。 カーネギー研究所のシルベイナス・ジー・モーリーが1914年と1931年に調査に訪れ、写真と図版を含むその成果は1937年から1938年にペテン地域の碑文に収められている。ペンシルベニア大学のリントン・サタースウェイト・ジュニアも1934年と翌1935年に訪れ、数点のリンテルを発見している。 1960年に、タチアーナ・プロスクリアコフによって、ピエドラス・ネグラスの古典気候期の支配者たちの歴史が判明し、引き続いてプロスクリアコフは1963年と1964年に発表された論文でヤシチンの古典気候期の王朝史を解明した。非文解読と王朝史の解明は、リンダ・シーリーやピーター・マシューズらによってその後も続けられ、現在では、 他都市との関係も含めて研究が進んでいる。1968年に、イアン・グラハムラによって、ピーボディ博物館のコーパス・オブ・マヤ・ハイラグリフィック・インスクリプションス、マヤ新生文字・秘文修正プログラムが開始され、ヤシチランの秘文は3冊に分けて出版された、ボリューム3の PT、1から 3?1973 年に、メキシコ国立人類学歴史学研究所、 インスティートゥートナスヨナルゲアントラプロジア E、イーストリア、イナによって、ヤシチランの発掘調査が始まり、1986年に、メキシコの経済状況が悪化したため調査は一時、中断した。1989年から3年間、日本の毎日放送と、ナミカワ万里研究所の協力によって、小アクロポリスの調査が行われた。 1990年に日本済み就航100周年を記念したマヤ文明展が日本の6都市で開催され、小アクロポリスの出土品22点を含むヤシチランの遺物を中心にマヤ文明を日本に紹介した。イナによる調査結果は研究所長を務めたロベルト・ガルシア・モールラによって多数発表されている。かつては遺跡へのアクセスが困難であり、陸路の場合徒歩で4日間。 水路の場合2日間の日程を要した。また、遺跡のテラスを滑走路に使用して、軽飛行機による輸送も行われていた。1990年代にグアテマラとの国境付近を通る道路がメキシコ政府によって開通されたため、現在は遺跡の約 10km 上流にあるフロンテラコロサルの街から観光客がボートで容易に訪れるとができるようになっている。 フロンテラ・コロサルは、メキシコとグアテマラの国境の町であり、ティカル観光の拠点であるグアテマラのフローレス市と、パレンケ観光の拠点になっているメキシのパレンケ市を、結ぶルートの要衝となっている。そのため、パレンケからヤシチランや、近隣のボナンパクを訪問する、日帰りツアーや、フローレスとパレンケを移動するついでにヤシチランやボンパクに立ち寄るツアーも、一般的である。 遺跡一帯は、考古学的な価値のみならず、多数の動植物が生息する、生物学的な価値を持ち合わせ、1992年8月21日に、メキシコ政府から、モュメントナチュラル、天然記念物の指定がなされている。保護区域2621ヘクタールのうち、遺跡中心部のある北側の一部分のみが、ゾーナ赤ヨローヒーか、 遺跡区域として一般に解放されている。また、メキシコ政府は、ヤシチランを含む地域を、リージェン・ラカン・ティエヌ・ユゼ・マッキンタ、ラカントゥン・イコール・ウスマシンタ地域として、ユネスコの暫定遺産リストに登録し、世界遺産登録を目指している。これは、チアパス州の保護区域全体のうち45%を、占める広大なもので、生物圏保護区世界ネットワークにも登録されている。 モンテス・アスーレス生物権保護などの自然遺産や、ヤシチアントボナンパクといった著名なマヤ文明の文化遺産も構成要素に含まれており、複合遺産に分類される。ウスマシンタ川を挟んで対岸のグアテマラ川一帯は、グアテマラ政府によってシエラデルラ・カンドン国立公園に指定されており、暫定遺産リストにも登録されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。